皆さん、こんにちは。あかねです。私は今日ケーキを買います。この前お店の人に聞いたら、撮影してもいいですよと言ってくださったので、お店の中も撮影したいと思います。では早速行きましょう。これがモンブラン、アラモードプリン、プリンが下にあるやつですね。あとやっぱりケーキといえばショートケーキ、いちごショートです。皆さんの国にもありますか？美味しいですよね。レアチーズケーキも私は好きです。すごい、本日のサービス品、もともと360円だけど、本日今日は300円ですね。あ、くまちゃん これ前食べたことあります。かわいいし美味しいです。とここはケーキだけじゃなくて、せんべいやまんじゅう、あとね、ドーナツも売っています。今日ドーナツも買いたいと思います。抹茶もあるし、柚子もあるし、あ、紅茶もありますね。皆さんはどれが食べたいですか？皆さんは甘いものが好きですか？どんなデザートが好きですか？私はこういうケーキ屋さんでケーキを買うこともありますが、コンビニで甘いものを買うことも多いです。皆さんはどんな場所で甘いものを買いますか？よかったらコメントで教えてください。ああ、どれも美味しそう。いつも悩むんですよね。今日はちょっとね、パプリカホテルに行くので、ちょっと多めに買いたいと思います。はい、すいません、ちょっとだけこのマイクをここに挟んでもらってもいいですか？何？私日本語を教えてて、こういうお店の人の会話っていうのをすごく聞きたいっていう方が多くて、ぜひ 普通に注文するので すいません、お願いします。あれ、ここって何年ぐらい営業されてるんでしたっけ？もう41年。すごいですよね。40年以上続けるって。もともと和菓子屋だったの、代々。そうなんですそか。そしたら、かぼちゃん一つう。と、はい。あかねっていう名前がある。私、名前あかねなんです。結構お客さんね、あかねさんっていらっしゃるみそうたいなんよ。ですか。じゃああかね一つください 結構ね、多いみたいよ。びっくりしました。あと、じゃあくまちゃん、うまちゃん、はい。あとモンブラン、はい。それからいちごショートはい、で、と、今5個になります。はい、あともう一個、どうしようかな。じゃあレアチーズ、はい、で、6個になりますね。はい、あとすいません、ドーナツもいいはですい。か？とドーナツ、焼きチョコ2つ、はい。抹茶お二つね。はい、はい。ドーナツの方4個になりますね。はい。雨が止んでよかったね。はい、本当です。でも風がちょっと強いですね。ケーキのお会計の前に、今月の東京ツイートと桜子が届いたので、ちょっとだけ紹介する時間をください。今回の桜子のテーマは、はい、北海道の味覚です。牛乳カステラとか、お、北海道ミルクデニッシュ、美味しそう、これ。は
はい。あとね、北海道の玄米茶も入っているし、あとはね、北海道といえば、トウキビチョコ。トウキビは、トウモロコシのことです。はい。今回もね、いろんな種類が入っています。前回は、お箸が入っていたんですが、今回は、こちらですね。お椀が入っていました。これは、味噌汁を飲むのにいいですね。はい。今回の冊子の写真も綺麗ですね。これは北海道の五稜郭の写真が表紙になっています。この冊子は今回のお菓子の説明だけじゃなくて、ちょっとした歴史とか、あと今回はね、北海道といえばラーメンが有名なので、そういった説明も載っています。24ページも情報があるので、とてもね、読み応えがあると思います。はい、こちらは東京トリートです。今回のテーマ面白いですよ。渋谷ですね。何があるかなぁ。あ、キットカットのプリン味。あー、スコーン。私スコーン大好きです。こんな味があるんだ。初めて知りました。はい、あと今回のカップ麺はナポリタン？ちょっとこれ後で食べてみますね。今回の飲み物、え、何これ、ポップコーンソーダ、キャラメルポップコーン味ソーダって書いてあります。最近発売したのかな。はい、こちらの東京トリートに入っていたこのナポリタンを食べてみたいと思います。まずは蓋を開けて、こちらのソースとふりかけを取ります。そしてお湯を注ぎます。3分経ったら、こっちの湯切り口と書いてある方からお湯を捨てます。お湯を捨てたら、ソースとふりかけを入れて混ぜます。いただきます。うん、ナポリタンの味がする、本当に。はい。今回紹介したこちらの桜子と東京チーチ。初めて買う人はこちらに出ているクーポンを使うと少し安く買えるので、ぜひ使ってみてください。それではケーキ屋さんの動画に戻ります。2740円になります。はい。2740円。あー、10円がないな。すいません、ちょっと細かいのがなくて、はい、ドーナツはこの袋で大丈夫ですか。はい、大丈夫です。お休みって1週間に1回ですか。1週間に一遍、火曜日だけ。体力がすごい。いやありがとうございます。じゃ、1万円お預かりします。はい。じゃあ7260円お返しになります。はい、ありがとうございます。お確かめくださいませ。はい。意外とね、前とってもね、お店あるなと思うけど、なんかほら、信号がすぐそこでしょ。はい。信号過ぎるとみんなビューって飛ばしていくじゃない。あー、ここ気づきにくいですか。うん、そう、なんか気にはなってるんだけど、はい、その距離的にね、ビューっていくところだから、みんなね、二十何年前からこの前走ってんだけどって、ようやっと来てみたとかって、お客さん多いですよ。あ、コロナになったから。じゃあこれからホテルの皆さんにケーキをあげます。こんにちは。久しぶり。あの、ケーキを持ってきたので食べましょう。はい。他の席の方は席なし。
席を確認になってください。ありがとうございます。社長さんいますか？はい、社長さんお待ちください。はい、こんにちは。パプリカホテルの社長さんです。いつもお世話になってます。あの今日ケーキをちょっといつもお世話になってるので持ってきたので、スタッフの皆さんとちょっと社長で食べてください。はい、じゃあお二人座っていただいてあ、お願いします。開けてください。何種類か買ってきたので、もっとわーって言ってやらせじゃんはい、これショートケーキ、チーズケーキ、モンブラン、かぼちゃ、これもクリーム系で、なんかこの名前はなんかあかねっていう名前らしいですいただきます。いただきます。召し上がってください。うん、おいしい。うん、うん、なんかアイスクリームみたい。アイスクリームみたい。うん、結構クリームが多いかな。いちごの味がする。はい、皆さん、ケーキ屋さんの会話はどうでしたか？ぜひコメントで感想を教えてください。あと今日紹介した桜子と東京トリートについては下の概要欄に詳細があるので、もし興味がある人は見てみてください。いつも見てくださって本当にありがとうございます。今日はここまでです。バイバーイ。Thank you.